ココンンビビニニさやかのウィーークリーコンビニラジオ皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。本日で70回目の放送となります。いつもお聴きいただき誠にありがとうございます。本日も1時間どうぞお付き合いください。さて、12月に入りました。さすがに12月になりますと、 一気に気温が下がってきますね。東京はもう15度とか12度とか本当に冬の気温になってきました。また週末あたりでなんと一桁台になるような天気も出ております。そして沖縄はちょっとずっと雨が続いているようなんですけど、それでもやっぱり20度前半になってきているのでだいぶ 冬の様相になってきたのかなという気がいたします。最近私は出張で東北に行く機会が多いんですけど、まあ、東北でも秋田県とかだともう1度とか、あとは4度とか、北海道に至っては2度とかマイナスに近い最低気温になってたりとかと、もう本当にこれから冬本番だなという状況ですね。そしてそんな中で、 新型コロナウイルスの感染拡大が止まりませんというのがですねとても心配ではありますねまあ私が住んでいるところだと連日300人とか500人とかもうなんか記録をどんどん更新しているような状況でもありますし他の地域でも最多数感染者の報告がニュースで出てきたりと。 本当に様々今、なので今まであんまり知り合いなどのでも感染したっていう話を聞かなかったんですけど、まあ、このタイミングになって割と実は感染してましたっていう方と、まあ、オンラインとかではこうあるんですけどお話をする機会が増えてきてで実際どうだったんですかって話を聞くと。 本当に数ヶ月前に感染して発症したっていう方でも今のこの時点でもあまり咳が止まってないとか何か本当に一度かかるとすごくつらい症状が出る方も多いのかなっていうことをですね目の当たりにしましたですのでまだう感染していないあるいはそういう症状の自覚がないよっていう方も これからもしかしたら本当に風邪を引きやすくなる季節に入ってくるのでもう本当に気をつけていかないといけないかなというふうに思いますその一つの対策としてあの飲み物を飲むっていうことを以前このラジオでもですね去年あたりにお話をしたことが確かあったような気がするんですけど緑茶がですねインフルエンザの発症に を止めるのになんかちょっとこう一役買うぞとかそれと合わせて風邪もそうですし新型コロナもそうですし一回体内に取り込まれてしまったウイルスとか菌とかがその緑茶を飲むことによって外に流すという動作が起こってで結果として体内にそれが残る。 っていうことが、ほとんどなほとんどなのかちょっとちょっとなのかわかんないんですけど、なくなるということで、実際にお医者さんが診察が終わるたびに、人が変わるたびに、緑茶を飲むっていう話も、結構医療的になんかそれ実証されてるっていう話をですね聞いたこともありますので、なんかもうぜひここからですね皆さんお茶を飲みましょう。 これがどれだけ効果があるかっていうのはもちろん個人差があるし私はお医者さんでもその専門家でもないので何とも言えないんですけど今までそれこそ新型コロナが流行る前にインフルエンザがこの季節ってものすごく流行りますよねでも私がインフルエンザにかかってないっていうのはもうずっとかかってないのは多分お茶を飲み続けてるからなんだろうなっていうのはなんとなく気がついてたんですでそれが 実際に母からも聞いて、看護師なんですけど、母から聞いて、そして緑茶に効果があると期待できるということもお聞きできたので、まあ、いけるんじゃないかななんて思っております。ぜひ皆さんも、まずはお試しいただいて、それで結果としてかからなかったら万々歳ですよね。もう本当にこの心身ともに健康に過ごしていくっていうことが、この冬はとっても重要になってくると思いますので、皆さんで一緒にお茶、できれば緑茶飲んでいきましょう。 ということで、ウィークリーコンビニラジオは、このコンビニ業界に関わる方、例えばオーナーさんや、えー、店長さん、それからスタッフさん、それからコンビニが好きな方、ユーザーの皆様が、あ、なるほど、役に立つなと思っていただける情報をお伝えする番組です。皆様からのご意見、ご感想、ご要望をお待ちしております。FM 技能ワンのメールアドレスは7、7 9 7 f m 技能 o ドッ c o m もしくは私、コンビニ社労士、安さやかのツイッターを検索、フォローいただき、そちらに書き込んでいただきますか、もしくは匿名の質問箱、さらには私の会社、コンクリ株式会社のお問い合わせホームページよりご連絡をいただければと思います。皆さんのご意見、ご感想、ご要望、お待ちしております。この番組は、三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム、絆アルファでおなじみ。 株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたしますコンビニシャローシ安彩香のウィークリーコンビニラジオあなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま五十八号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店。イベントなどなど、PR しませんか。お問い合わせはレイ四五。六七レイ、七六四レイ。ぐすくまタウンビジョンまで。 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り四天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てねあなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だかからしっりりやりたい 「#ムービン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 」「引っ越しするならムービン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 」「県内県外ムービン」「お部屋の片付け荷物の預かりムービン」「沖縄引っ越しセンター」「0120497755」 ムービにけた手のお味噌をシフォンケーキで検索しく包むく味噌みそやが作るみそシフォンケーキやえせの<工>コンビニ社労士やすさやかのウィークリーコンビニラジオ。 さて、いつもはコンビニの話ですとか、まあ、その他関係のまたないお話をしたりとか、まあ、様々なことをいつもお話しさせていただくコーナーなんですけど、今日は私のコンビニよりも一つ前のキャリアであるディズニーについてのお話をしたいなと思います。よく、やっぱりコンビニも小売業といいますか、接客業でもあるので、 ディズニーの考え方とか、どんな風にお客様との接し方を工夫しているかとか、あとは働いているキャストのなんか関係性っていうんですかね、をどんな風に構築していくのかっていうところのお話を少しばかりお話しできたらなと思っております。私はもともと大学在学中からディズニーストアという 小売業におりまして最初はアルバイトで入りました、まあ、その後にマネジメントチームに昇格をして合計で5年間勤めてたんですけどいわゆるディズニーの直営のお店で私がいたのは東京の池袋のサンシャインシティというところに在籍をしておりました。でそこで何をやっていたかと言いますともちろんお客様への接客、まあ、これを ディズニーではゲストサービスと言います。このゲストサービスと、あと、経験を重ねていってからは、キャストの育成というところにもチャレンジをさせていただいて、アルバイトの入社をした人たちへの導入の研修なんかもですね、2日間みっちり教えたりとか、あとは個人情報保護の法律がちょうど そうですね。スタートしたぐらいの時だったんですけど、その時にお話をキャストに向けてしたりとか、あとはシフトを作ったりとか、いろんなお仕事をですね、させてもらったんですよ。あと売り場を作ったりとか。で、コンビニと違ってディズニーって結構決まり事は多くて、例えばビジュアルマーチャンダイジングって呼ばれるんですけど、 コンビニのところって割となんか商品をどこに置くかっていうのま決まっていてどんな風に商品を並べるかどういう風うに並べればお客様が手に取って買ってくれるかっていうのを考えていくっていうのがあるんですけどディズニーでも一緒だったんですよただディズニーの場合はもう少し厳格でどこに何を置くかっていうのがある程度決まっていたわけなんですねそれはもうコンビニよりも しっかり決まっていたという感じです。ですので、工夫ができるところといえば、例えば棚にお菓子とかそういう商品をどう並べればいいのか、その棚の上でどういうふうに並べると、お客様があ面白いなと思って手に取ってくれるかとか、あと何と何を置けば合わせて買ってくれるかなとか、そういったことをですね、かなりみっちり 経験させていただきました。一番面白かったのは、そういう、そうですね、こう商品をどう見せるかっていうところもあったんですけど、やっぱりチームワークっていうところが一番大事だなっていうことを感じました。最初、アルバイトで入社をして、その時、大学4年生だったんですけど、まあ、大学4年で、割と多くの人は就職活動をすると思うんですけど、 私もなんか最初就職活動をしようとするもののあんまり興味がなくてなんかこの会社この会社ってこうみんな手当たり次第じゃないけどいろんな会社にエントリーをしていくのが私にとってはどうもそれがしっくり来なくてやりたくなかったんですよでそうこうしてるうちにディズニーで働きたいなっていうのは東京に出てきた時からずっと思ってたんですけどある時その私が引っ越しをする 自宅の引っ越しをするっていうタイミングで池袋サンシャインのディズニーストアに寄った時にキャスト募集のチラシを発見してあこれだと思ってそれで実は仕事を始めたって経緯がありますで実際始めてみたらめちゃくちゃ面白くって就職活動やめちゃったんですよねだから大学4年の時にももうなんか普通に <laughs> なんというかバイトばっかりしてたなっていう感じです でまあ、そこで、アルバイトキャストで入った時に、まあ、いろんな先輩のキャストさんいらっしゃって、で、一からですね、やっぱりもうマナーとか、その礼節の部分を実体験とか、実践とともに、いわゆる OJT と呼ばれる形で教えていただきました。ある程度、まあ、礼儀の部分とか、その大事だなと思われることは、 なんとなく自分で身についてはいたんですが、ただ初めてしっかりと仕事をするっていうこともあったので、本当にそれは今でも役に立っているなと思います。とってもありがたいなって思いました。そういう先輩にも恵まれて、あと上司にも恵まれて、当時の店長がですね、男性だったんですけど、もう本当に素晴らしい方で、 素晴らしいって言っても何が素晴らしいかってもう本当になんかその愛情で溢れてる人だったんですよね。で、ある時、まあ、これ余談ですけど、私が髪を染めるのがなんかすごい興味があって、オリーブグリーンという色に染めてしまったことがあったんですよ。思いのほか茶髪になりまして、で、どうしようと思いつつ、なんとなく自分でとってちょっと満足ではあったので、 ドドキドキししながら出勤したんですよね、お店に。でそしたら「バカか!」って言われてなんかそバカかは全くそのパワハラ的な話ではなくて何でしょうねうめっちゃ怒られたんですよとにかく何やってんだみたいな感じでですねもうなんか今すぐ直してこいぐらいの感じで言われましたまあでもその時はもうそのまま一日だけ働かせてもらえたんですけど さすがに私もちょっと凹みつつも、あ、やっぱりやりすぎだなと思って、それで髪色を元に戻して、まあ、その時以来からですね、髪をもう一切染めなくなったんですよね。もうめんどくせいなと思っちゃって。で、まあそれはさておき、本当にその方がですね、あの、なんでしょう。チームワークっていうのはすごく大切にされている店長さんだったんですね。それで、ちゃんと例えば入り口の部分に誰を、 置くかキャストの誰を置くかでその人はいわゆるゲストお客様の呼び込みをするわけなんですよやプーさんのキーのぬいぐるみを持ってちょっと夢をなんか提供するような感じでですね入り口に立って呼び込みをするんですね。で割とディズニーストアってセールもやってたのでちょっとその安くなる商品があるとかセール期間中になると「もう安くなってます」みたいなのをですねずここばかりりに入り口で こう呼び込むわけです、まあ、ディズニーランドとかディズニーシーだとやらないと思うんですけど、ディズニーストアって小売業だったんで、まあ、結構そういうところがフランクだったんですよ。で、あと、入って、お店に入ってすぐのところにいるあの、新商品とかプロモーション、キャンペーン商品を展開している棚、まあ、ゾーンですね。そこに一人配置。で、あと真ん中のステーショナリーとか、あとコップとかそういう、なんか、 雑貨ですね。お家で使える家庭用の雑貨とかプレゼント用の雑貨とか、そういったものを置いているところに一人。で、後半に行ってアクセサリーとか、その、なんでしょう。まあ、若者が好きそうな。あとはアパレルとか、そういったところに一人。っていうふうに配置してたんですよね。まあ、あとチケット売り場もちょっと中からできたので、チケット売り場にも一人配置して、あとレジに何人がいると。 いうような感じ。レジとその売り場の担当を兼任するような形でですね、配置をするんですけど、ま、すごくですね、あの、なんか、この時間はプーさんのこれこれをいくら売ってね、みたいな話をですね、その時に最初にするんですよ。売り場の責任者のポジションの人が、キャストに対して、この時間はあなたはこれをいくつ売ってほしいと。で、その売り方については、 当時、私がいた当時は、声かけをするっていうのが割とスタンダードだったので、例えば、コップを見ているお客様がいたら、そのコップが、例えば、キャラクターで、まあ、新しい商品だとすると、あ、こんにちはって言って、こちら新商品なんですよってご説明をしたりとか、あと、あ、この人はもしかしてミッキーが好きなのかなっていう人がいたら、ミッキーお好きなんですかってお話ししてみたりとか、 もちろん、無理事というか無理にお話をするとかじゃなくて、会話のきっかけを通じて、例えばお客様からお話をしていただいたら、その話に共感をして、その中からニーズが分かれば、そのニーズに近い商品を提案できるというのもあったので、いわゆる接客の流れの一つとして、お声掛けをしましょうっていうのがあったんです。ただそのお声掛けをするっていうのも、単にこんにちはとか、なんか何か、 お役に立てることありますかだけではなくて、もうその人のためだけの挨拶をしようっていうふうにみんなでやってました。まあ、今言ったような、かミッキーお好きなんですかとか、あ、結構お客様新しい商品よくご覧になってますね。よく来られてるんですかとか、そういうふうにお話をして、まあ、そこで興味を持っていただいてお話をしてくださったら、それに対するアクションを私たちも取っていくっていう流れですね。 もちろんそこから購買につながるつながらないっていうのはあるのでつながりそうであれば例えばこういう商品も新しいですよとかミッキーがお好きだったらこれも結構いいですよとおすすめですよとかそういうふうに提案をしていって最終的にお買い上げいただいた時にありがとうございましたってまた来てくださいねとかプレゼント需要で買い物をされた方に対してはきっとな々さんも喜んでくださると思いますよとか そういうふうに最後見送りをするっていうのもやっていました。こういう接客の流れってコンビニだとあんまり接客の接客のうちのそう接触をしないと思うのでそれほどお声掛けをするっていうことはないかもしれないんですけどただあの面白いなと思ったのがちょっと最初で説明を忘れちゃいましたけどプレゼンスの維持っていう 段階がありまして、どういうことかと言いますと、存在感という意味があります。存在感をしっかりとアピールしましょうっていうのが接客の流れの第一段階なんです。つまり、私は今ここにいるので、何か不明な点とか不安なことがあったらいつでも頼ってくださいねっていうことをゲスト、つまりお客様にアピールするっていうこと。 しっかりと自分の存在感を出しておくっていうことが何より大事だっていう話を伺った時にですね、教わった時に、あ、これすごくいいなと思ったんですよね。例えば、コンビニであっても、なんか話しかけられたら嫌だって言って、後ろに引っ込もうとする店員さんとかいませんかはい。そういうスタッフに出会ったことも多数あるんですよ。で、そういう お店ってどうなるかっていうと、例えばじゃあお客様がお店に来店しました。で、いろんな商品を物色してます。で、そこで例えば、本当に欲しいものがあったんだけど、その在庫が切れている。売り場からない。でも、棚にはそれがもともとあったっていう形跡がある。例えばプライスカードが載ってるとか。そういう場合に、ちょっとスタッフさんに聞こうってなるじゃないですか。あれってありますかって、在庫ありますかって。私だったらまあ聞くなと思うんですけど、 そのスタッフさんが近くにいなかったら聞くのをやめて違うお店行こうってなるんですよ。例えばそのファミリーマートとかセブンイレブンローソンって看板があって、で、やっぱり近い、近い距離に同じ看板のお店とかがあったりすると、私とかはもう次のお店でいいやってなっちゃうんですよね。もちろん、あの場所によってはもうその1店舗しかないっていう地域もあると思うので、一概にこれは言えないですけど、でも、 例えば、私が住んでいるようなところとかだと、同じ看板の店って、ちょっと歩けば、いくつかあるわけですよ。っていう時に、やっぱり聞きやすい方がいいよなって思うんですよね。で、それに対してしっかりと答えてくださったら、あ、また来よう、ここの店ってなるんですよ。で、そうやって、やっぱビジネスチャンスって作り出していく必要があって、でしかも、その、お願い営業をするっていうのではなくて、 対応から次の来店を促す。次の来店を引き出していく。そういうアプローチをそのディズニーの中では私できるなってことが学びました。本当にその存在感の維持、プレゼンスの維持っていうのはとってもユニークかつ大事だなと思えた段階でしたね。あまりコンビニではそういう話ってしないので、ぜひ皆さんの存在感をですね、 出ししてててていいいたたただだお客様に接していただけたらなって思いますそして内側の話もちょっとした方がいいと思うんですけど例えばディズニーの場合って結構チームワークが問われるんですよ。というのもその日出勤した時にどこに割り振られるかっていうのはその時の例えば朝のリーダーがマネジメントチームのリーダーが全部こう プロットしていくんですよね、シフトに。だいだいちゃんが何時入りだから、最初にここで2時間目ここ、3時間目ここみたいな感じで。1時間ごとに基本的に持ち場が変わるっていうのを私のお店ではやってました。で、そういう時にですね、やっぱり自分の島、守る島っていうのは自分の責任においてもちろん行動を取っていくわけなんですけど、他の、例えばコーナーに お客様が行くぞってなった場合に、そこまでこう、例えばご案内をするっていうケースもあれば、インカムとかがあったので、インカムで、あ誰々さんあの、お客様そちらに行かれますので対応お願いしますとかっていう、こう声の掛け合いをですね、してたんですよで。そうするとスムーズに対応できて、あ、お待ちしてましたって言って、まあ、そんなに大きな店内の、ね、広さではないんですけど、でも そうやってやり取りをすることによって、一から説明をしなきゃいけない。お客様がどういう商品が欲しくて、さっきまでどういう話を別のキャストとしてたかっていうのが、一から説明しないといけないってこともなく、あ、お待ちしてました、伺ってますよって言って、もうすぐに対応に入れるっていうようなメリットがやっぱりあったんですよね。それだけじゃなくて、本当チームワークをちゃんと担っていくことで、より お互いのことを気遣い合えるようになる。気遣い合えるようになるっていうことは、お互いに注意力が高まっていくってことなので、その細かいニーズを見落とさなくて済む。まあさっきの話もそうですけど。で、結果として売上が上がっていくという観点においても、とっても重要だなってことを実感してました。で、これはコンビニでも同じことが言えまして、コンビニの場合はそこまで明確に誰々が何時から何時はこのポジションとかっていうのは、 相当広くない限りないと思うんです。まあ、広かったとしてもあんまりない話ではあるんですけど、少ない人数で1時間の売り上げを1円でも多く出していく、提供していくっていうことが大事なので、やっぱりそこはお互いの行動とかお互いの役割を認識しておくことってすごく重要だと思うんです。で、それができるとできないとで、やっぱり1時間の売り上げとか1日の売り上げが だいぶ変わってきてたんじゃないかなっていう気がします。で、例えばそういうチームワークをどう調整するかっていうことなんですけど、例えばディズニーにおいては、例えばそうですね、接客がピカイチ、なんか笑顔が素敵な人を称賛したいってなった時に、1年に何回かそういうキャストさんを承認称賛しようっていうなんかキャンペーンがあるんですよ。 で、そういう時に手紙というかカードにあなたのこういうところがとても素敵だっていうのを書いてそれを提出して提出っていうのは一回本社を経由して提出をしてで最終的にその街頭のお店の街頭のキャストさんに送られるっていうのをやってたんですあんまりそのお店間の交流っていうのはまあ あんまりいなかったかなと思うんですけど、でも近所のお店とか、たまたま寄った同じディズニーストアの看板のお店の中にいるキャストさんで、すごくいい対応をされている方がいたら、やっぱりなんか伝えたいなって思うわけです。でいきなりその場で、わあすごいですね、とかって伝えることも別にいいと思うんですけど、やっぱりちょっとびっくりする。だからこそ、そういうディズニーストアの会社の中での、 キャンペーンとかイベントをうまく使ってその人を承認称賛していくっていうことはとっても大事だなって思ってました。もちろん同じお店の違うキャストさんでもいいわけです。いつも優しく丁寧に業務を教えてくださってありがとうございますっていう気持ちをなかなか対面では言いにくくてもカードを通じたら言えるようになるっていうこともあると思いますので。そういうのをですね、仕組みとして入れてました。 でこれはディズニーランドとかディズニーシー、いわゆる東京ディズニーリゾートの方でも同じようなことをやっぱりやってますね。でそうするともっと範囲は広くなるので、例えばディズニーシーに所属をしている一キャストがディズニーランドの別のところにいる方にカードを送るっていうこともできるわけなんですよ。 でそうやってお互いがお互いを承認・称賛し合うっていう文化がディズニーの中ではあったっていうのがですね、とっても素敵だなって思っていて、これはもうなんかコンビニでもうまく取り入れてほしいなっていつも思っています。例えばなんですけど、そのコンビニのお店の中で感謝の言葉って皆さん伝え合ってますかもちろんこれを聞いてくださっている方がコンビニじゃない場合、 自分の大切な方とか周りの方、よくコミュニケーションをとる方、仕事を一緒にする方、こういった方と普段からありがとうって言葉、伝えられてますかもし伝えられていないということであれば、こういう方法を試してみるといいですよっていうのを一つご紹介します。例えば、ウォールポケットありますよね。あの壁にかけられる、上に紐がついてるで、何個か小さなポケットがついているものです。 あれをウォールポケットって言うんですけど、あれに、えっ、ー、と、まず用意、あれに用意をする。で、そのポケットのところに、例えば名前を書いていくんです。そのスタッフさんの名前を書いていく。で、あとは、そのポケットに入る大きさの、例えば小さな紙。まあ、カードだったら名をよしなんですけど、まあ、紙。白い紙とか、色付きの紙とか何でもいいんですけど、その、 人に対してありがとうの気持ちを伝えられるための紙を用意します。紙とペンですね。そして、例えば夜勤の A さんという人にいつも商品をきれいに片付けてくれてありがとう。新商品をいつもしっかり出してくれてありがとうっていうことを伝えたいということであれば、その紙にそれを書いてウォールポケットの該当のお名前のところに入れとくんです。 でそうすると出勤した時にその A さんが出勤して見て、わっ、カード入ってると思って。で、見たら日勤の B さんからのカードだった。ってなると、これめちゃめちゃモチベーションが上がるんですよ。まさか自分が一緒に仕事をしているわけでもないスタッフから、ありがとうっていう言葉を受け取れるって予想外なわけですよね。そして嬉しい。多分これでイラッとするっていう人はいないと思うんですよ。で、そうなったら、 どどんんんそれが派生していくんですよねじゃあその人も誰かにありがとうを伝えてみようかなって言って今度はまた友近帯の C さんにカードを送るいつもありがとうってなんか忙しい時間帯にたくさんのお客様を対応してくれてありがとねとか新商品のための場所開けをしてくれてありがとねとかそういうのをどん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 こう派生させていくんです電波と言いますかでそれをやったお店が実際に私が昔 トレーナー、研修トレーナーをしてた時代にあってで、そもそもそのお店はコミュニケーションが全然取れてなかったそうなんですね。でも、そのありがとうカードのイベントというか、対策を始めてから、ある人をきっかけに、ある一人のその行動をきっかけに、多くのありがとうカードが飛び交うようになって、 結果としてコミュニケーションがすごく取りやすくなったっていうことをですね、経験談としてお話しされている方がいらっしゃいました。もう私それ本当にすごいなと思って、で、決してね、なんか、じゃあ、ウォールポケット設置したからみんなありがとうカード書こうねって言って、その日とか翌日から書いてくれるかって言ったら書いてくれないわけですよ。でも、ある一人の行動をきっかけに一気に広まった。そしてそれをみんなが継続的にやり始めたっていうのは、 本当に素晴らしいことだなって思っていていろんな方にお伝えをしています。ぜひあの皆さんこれを聞いてくださっている方がコンビニの経営者の方や店長の方だったりアルバイトの方もしくはそういった方を知っている方であればぜひ取り組んでみてほしいもしくは教えていただきたいなって教えてあげてほしいなっていうふうに思ってます。はい。ちょっと取り留めのない話になってしまいましたけど 私自身はコンビニの前にディズニーにいてそのディズニーの業界からもたくさんの経験をさせていただきました結果として私自身のコミュニケーションレベルも大きく変わりましたし本当に今ではいろんな方との接点が持ちやすくなって例えば年上の方に対する抵抗もなくなりましたしだからといって年下の人に対して何か,かちょっとこう何か先輩風邪を吹かせるみたいなこともしなくなりましたし もう本当にですねコミュニケーション実践して良かったなって思うことがたくさんありますそれらは全て私にとってはディズニーで教えてくれたことですもちろんコンビニで教わったこともたくさんありますさっきのありがとうカードの話もまさにそうですぜひぜひそういった一つ一つの取り組みをですねできるだけお金と時間をかけずにやってみてほしいなっていうのは思ってます 真似したいな、でもよくわかんないなっていう方は、ぜひお問い合わせ欄ですとか、私のツイッターで叫んでいただければ、いくらでもフォローさせていただきます。ぜひ参考にしてみてください。ということで、今日はディズニーのお話、ディズニーの接客とチームワークについてのお話をエッセンス版としてお話しさせていただきました。コンビニ社労士、安さやかのウィークリーコンビニラジオ。 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通り四天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる 浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんかお問い合わせは045-670-7640まタウンンビジョンまであなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892 安心事前のご相談は葬儀社新化へ「ムービング・ムービング・ムービング・ムービング」引っ越しするならムービング・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 県内・県外・ムービング・お部屋の片づけ荷物の預かりムービング・沖縄」で検索 手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む聞く味噌加工所夢工房味噌屋が作る味噌シフォンケーキやえせの夢工房あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです 苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。九八八四七八二、沖縄ベタニアチャーチ。コンビニ社労士安佐役のウィークリーコンビニラジオ。経営コンサルタントの高橋英樹です。 私はですね、流通業ですね、小売業とか、サービス業、それから飲食業専門のコンサルタントをしております。FM 起動案のこのコンビニラジオでですね、コンビニの話をいろいろさせていただいてますが、コンビニのみならず流通業ですね、最新の情報をお伝えしたいなと思ってます。今日はあの、ニュースで入ってきているのがですね、無印良品というお店がですね、 東京に新しくオープンしたんですけど、無印良品といえば、あの、もともと声優系のグループで、えー、昔からあるんですけども、まあ、いわゆる、えー、ブランドじゃないブランドを作ってるんですね。無印、えー、印がないという、えー、無印良品というブランドなんですけど、えー、日本最大のですね、ショッピングうーモールができたということですね、えー。これのニュースをお伝えをしたいなと思います。えー、最大級の大きさということなんですけども、 ビッグサイトの近くですね、臨海線のですね、国際展示場駅から近くにある、えー、複合施設の中にオープンしました、えー。営業時間はですね、10時から21時だそうですけども、1階から3階のですね、えー、総便席がなんと3300平方メートルというような規模ですね、非常に大きな、えー、お店だということだそうです。 私はこのニュースを見たときにですね、これすごく気になったというかですね、えー、いいなと思ったのは、DIY ですね、DIY をですね、実際に体験できたりとかですね、自分の無印良品の家を、えー、原寸大で展示されてあって、そこに家具を置いてみたりとか、いろいろ体験体感できるようなものを作ったんですね。いわゆるあの、ネットではできないようなことを実際に五感、えー、で感じるようなことができる。 えー、お店作りをしてる。これは、ああ、リアルでは、だからこその、えー、良さをですね、作ってるっていうのはすごく印象的でした。単に物を置いて売ってるだけではないということですね。それからもう一つはですね、えー、食に関するフロアが一階にあるんですけども、ここが面白いのは、えー、はかり売りなんですね。売り場の3分の1ほどがですね、カフェになってたりとかしてるんですけど、あと食品とかすべてはかり売りだそうです。パスタとかナッツとか、 お菓子とか、通常あの袋に入ったりとかしてですね、コーヒーも袋に入ったりとかしてるんですけど、それが全部、お客様が自分で欲しい分だけ、欲しい量だけ袋に入れて、計量して、それでお会計を貼るということだそうです。えー、自分が欲しい分をです、ね、例えばナッツだったら袋に入れて、それを計量機に置くと、えー、シールが出てくる。それが、いわゆるバーコードがついているシールですね。それをレジに持っていくそうですね。 それから、あの、オリジナルブレンド茶を作ってくれたりとか、そういうようなことがやってるんですね。で、この、量り売りっていうのが、あの、これからすごくトレンドになるのかな、ということになります。渋谷にはですね、シリアルのお店がですね、量り売りで出てきたりとか、それからまあ、えー、無印でもやってますけども、コーヒーも量り売りだとか、まあ、いろんなものが今、量り売りがトレンドになってますね。これなぜかというとですね、えー、一つは大きな社会問題になってるのが、食品ロスですね、フードロスの問題があります。 必要以上に物が入ってるっていうことはありますよね。スーパーで買うとき、あるいはコンビニで買うときにあ、こんなに食べきれないなと、でもこれ欲しいんだよなっていうことはありますよね。そういったものが無駄になってしまうこと。それから、えー、お店でもですね、えー、食品廃棄というものが問題になってますけど、そういったものを減らしていこうという取り組みですね。当然あのお店にとってもですね、測り売りってすごい手間がかかるんですよね。これを取り組んでいくっていうチャレンジンなお店が、えありわけで、 無印商品がスタートしたという話です、す。我々のコンビニもですね、まあ、食品ロスの話では切っても切れないですよね。で、子供の頃から、あの、食べ物は残さずに食べなさいとかって言われて育ってきましたし、食べ物の大切さっていうのは道徳教育とかっていうことでもずっと言わされてるんですね。で一方で、あの、お店で売り上げ上げるためにしっかりボリューム陳列をして、商品を売れ残しがないように、 売りままししょうみたいな形でボリュームチェーンをしてますよね特にあのー、ここ数年問題になったのは、あの、恵方巻きですよね、えー。関西で丸かぶりですし、これの大量の食品廃棄が問題になったということもありますけども、このコンビニで実際にですね、生まれる食品ロスっていうのは年間で20万トンとも30万トンとも言われてますけども、かなりの食品がですね、えー、廃棄されてると。大体1日1店舗平均で、 7 0ラムぐらいの廃棄物が捨ててるという試算があるということなんですね。まあ、こういった問題をですね、今後どうするのかということが、やっぱり我々の課題なのかなと思いますね。売り上げを上げるためにもちろん商品を陳列しないといけないんですけども、一方では、廃棄が出てしまう。この廃棄を食べられるものを廃棄、えー、してしまうという、その道徳上の通念はもちろんなんですけども、 それによってですね、え、いろんな、あの、そのプロセスで使ってくる、エネルギーの問題だったりとか、それから、え、土地の問題だったりとかですね、環境の問題、こういったものにも影響を与えてしまっているということがあります。一方で、世の中食料不足、世界的に見れば食料不足と言われている中でですね、日本がこういったいろんなものを余らせて捨てていってしまう。こういったことで本当にいいのかということですね。SDGs、え、SDGs と書いて SDGs って言いますけども、 2015年にですね、えー、国連のサミットで採択されたものですね、持続可能な開発目標の略称で、えー、サスティナブルな、えー、発展する社会ということを目標にさせて、されているということですね。まああの、だいぶ SDGs っていう17の目標っていうのも、えー、浸透してきてますけれども、その中の一つに、飢餓をゼロにしましょうっていう話があるんですね。飢餓問題に終止,終止符を打って、食料の安定確保と、 栄養状態の改善を達成しよう。それから持続可能な農業を推進しましょうっていう話が出て、えー、ます。まあ、これに対して飢餓をですね、撲滅しましょうということをあってもして、一方で日本のようなですね、えー、国では大量の食品が捨てられてる。ここに取り込まないといけない。これは単に取り組みましょうとか道徳的な話をしてるだけじゃなくて、これ企業が率先してですね、さっきの無印良品のそういうお店、 無駄が出ないように、でもお客様に喜ばれるような店作りをしていると、これは素晴らしい取り組みだな、というふうに思います。え、コンビニもですね、えー、ファミリーマートもそうですけども、えー、基本的に廃棄が出ないようなクリスマスケーキの売り方とかですね、そういったことが進んでます。予約を中心にやっていきましょうというやり方ですね。これとも含めていってますし、そういったことも改善していくということですね。で、我々あのお店を利用する、顧客の側もですね、 え、廃棄をできる限り減らすということもですね、無駄をしない、無駄な買い物をしない、必要なものをしっかり買っていくということですね。で、え、利益を上げるためにですね、やたらめったら品取りをしないということも今後のコンビニおける課題かもしれません。改めてですね、え、食べることのありがたさ、食品のありがたさ、そういったものを感じながら対応していくということが必要だと思います。 コンビニのレジ袋ですね、えー、を有料化することによって、レジがだい、レジ袋がだいぶ削減されたという話になります。確かに、えー、袋がないとめんどくさいなっていうのもあったかもしれません。ちょっとした距離でしか使わないよ。ものの10分くらいしか使わないのに、使って終わったらすぐゴン箱行くという、こんな無駄遣いが今まであったわけですね。これをなくしていく。社会全体がこう取り組んでいくってことが非常に大事。その企業が取り組むっていうことがですね、すごい大事な世の中になったな、ということでございます。 きょうは有明にオープンした無印料金の量り売りのお店の紹介をさせていただきましたココンンビビニニのウィーークリーコンビニラジオさてウィークリーコンビニラジオもいよいよ終わりの時間が近づいてまいりましたと言いましてもあと10分ぐらいあるんですけどもいかがだったでしょうか ちょっとディズニーの話をですね、ブワーッと途中でしてしまいましたけれども、何でしょう。割とこういうところを商工会議所ですとか、あと企業さんでお話ししてほしいというご依頼をいただいてで、実際にはセミナー形式でお話をさせていただくことが多いんですよ。対面であったり、今だったらオンラインのセミナーだったりと、まあ、様々な手法があるんですけれども、 やっぱりなんかこういう時だからこそコミュニケーションをできるだけ何らかの形で取っていこうっていう取り組みをされている方が多いなっていうふうに思います。ぜひぜひそうですね、こう家族とかあとはまあ職場とかいろんなコミュニティの中でコミュニケーションを取るっていうことの大切さを おそらくたくさんの方が改めて実感されているんじゃないかなと思うんですけど、私自身もですね、今例えば経営者の交流会、BNI っていう交流会に所属をしていて、で、そこで、行々しい名前なんですけど、プレジデントという職をやらせてもらってます。で、そこには53余名の、いわゆるメンバーと呼ばれる人たちがいて、で、その人たちの動きとか、まあ、いろんなその役割をそれぞれが担って、 半年間ごとにその役割を変えながら運営をしていくっていうことをやってるんですけど今その毎週やってるミーティングが全部オンラインなんですよねでそのオンラインでミーティングをしているとやっぱりその時に喋れることはあっても終わるとバツッとこれが消えてしまうわけじゃないですか画面とかそのつながりが断絶するので でそうなった時に、また次話そうと思ったら、アポイントを取らないとで、その方と調整をしないと喋れないわけですよねで。そうすると、なんか今まで対面でミーティングをやっていたら、それこそ終わった、ミーティングが終わった後に雑談でいろんな人に話しかけながら、ちょっとした小話とか、まあ、仕事の話とかが簡単にできていたのが、それができなくなって、 一人一人の時間を取らなければならなくなったっていうのが、オンライン便利なんだけれども、課題でもあるなって感じてます。で、これは同じ立場の人たちに話を聞いてみると、やっぱり同じ悩みがあって、みんなコミュニケーションが希薄になってると言ってるんですよ。で、それを解消していくために、どうしたらいいんだろうって思っていて、まあ、もちろん、そのアポイントの時間をできるだけ多く取って、 いろんなメンバーと話をすることこれはもうできる限りやっていく必要があるしやりたいなとも思ってるんですよね。やっぱ個別で時間を取った方がその人のお仕事とかその人の人となりっていうのが分かりやすいので大体いい1時間ぐらいの枠を取ってオンラインでお話しするんですけどそれはやっぱり大事かなと思ってます。でそれ以外に どうしたらいいかなと思ったら、やっぱり対面ってすごく大事で、あんまり今この状況なので、積極的にやるっていうことは、ちょっとしづらいんですが、夜に、みんなで、みんなって言っても本当に4、5人とかですね、多くても集まって、で、お互いの今の現状とか、 あとは、オンラインの会議しか体験していない新しい、比較的新しく入ってきたメンバーの人と実際に会ってコミュニケーションを取るっていうことをやってます。もちろんお互いがちゃんとその対策をするっていうことを前提でね、やるわけなんですけど、なんかやっぱそうやってコミュニケーションって取っていかないといけないなと思いますね。いや、本当にオンラインでのコミュニケーションって 場所を選ばないというメリットはめちゃくちゃすごいんですけど、コミュニケーションの総量が減ります。これは本当に断言しますね。で、もともとそれはでも対面でたくさんコミュニケーションを取るきっかけがあったからっていう、そういうのがあっての比較して少なくなったって感じてるだけなんですけど、ただ、オンラインから オンライン会議から参加をされている方からすれば、それが当たり前、それが全てなわけなので、これは私たちの認識を変えなきゃいけないなとも思っています。対面の時は良かったって言ってても、結局今は対面じゃないからオンラインなので、オンラインでどれだけコミュニケーションを図れるかっていうことにチャレンジをした方が、とっても前向きでいいかなと思ってるわけなんですよね。 でこれって仕事においても一緒だなと思っていて、もちろんそのお客様との関係性もそうですし、職場の、まあ、会社の中でのコミュニケーションもしっかりだなってすごく思ってます。まあ、そうやってオンラインのコミュニケーションが増えた分、直接的なスタッフさんとのコミュニケーションが取りにくくなってて、 そこがちょっと悩みではありますね。私もあんまり会社に行けてないのでほとんど家とか出張先でオンラインでつないでミーティングをすることが圧倒的に多くなった分直接事務所に行ってうちのスタッフと話をするっていうことがもう割と必要最低限になっちゃってるなっていうのが反省点ですね。 それをカバーするために文字でのやり取りっていうのもすごく大切にはしていて、チャットワークとかフェイスブックとか、そのあたりは対応してます。だからもう朝から晩まで誰かしらとやり取りをしているなっていう感じ。でその中に誰かと誰かのご縁をつなぐっていうことをやってます。あとは自分がご縁をつないでいただいてやり取りをしたりとかもしてます。なので仕事の、なんでしょうね。 もう売り上げとかが影響したっていうよりは、やり方が変わったけれども、なんかその分、欲もあり、うんっていうのもあり。なんか、移動する時間っていうのも、これはこれで結構いい休憩になってたんだなーって。自分の今までの行動とか、今日のそこまでの行動を振り返る時間とか、何にも考えずに YouTube を見る時間とか、 本を読む時間とか、そういう時間がなくてもう本当に分刻みで次の打ち合わせ次の打ち合わせってやってるとなんかどっと疲れが出てですよね。一応予定はちゃんと Google カレンダーと j o というアプリを使ってスケジュール管理はある程度してるんですけどそれでも差し込みで入ってくる内容とかがかなりあるので。 それをいちいちやっぱり見てると全部中断して次の仕事、次の案件、次の案件、次のやりとりっていうふうになってくのがちょっと自分の中では課題になってますね、うん。で、他の人とのコミュニケーション。それが文章だったり、オンラインだったり、直接だったり。なんでもなんか、なんでしょう。事務仕事をやっている時間がほぼない。し、意外と疲れてるので、 寝落ちが早い <laughs> というのがありますね。まあこれはコンビニとか飲食店に関しては、やっぱりその店に来てもらって、そしてサービスを提供するっていうやり方なので、オンラインというのはあんまり影響しないというか、オンラインというやり方はなかなか通用しないっていうところがあるんですけどね。ただ、 これを聞いてくださっている方の中にはコンビニ関係者の方もいらっしゃるでしょうしそうじゃない方もいらっしゃるのであえてちょっとこういうオンラインでのコミュニケーションいて話をしてますがもう何にせよ今ただでさえソーシャルディスタンスって言われてる世の中なのでコミュニケーションを積極的に図ろうとすると気がついたらそのソーシャルディスタンスですらなんか犯してしまってるなんか距離感が近づいてしまってるっていうことが 怒ってしまうので、その、な状況を避けるためにあまりコミュニケーションを取らないっていう選択肢を取ってる人がもしいるとするならば、そこに関しては、やっぱりできるだけ話をした方がいいんじゃないかなって思っております。何らかの方法で。なので、コミュニケーションの総量は落とさない。で、やり方が変わる。っていうのをみんなで達成していって、そして、 できる限り新型コロナやインンフルエンザ風邪ひかないもう12月ももうすでにあとこの今年2020年も残り1ヶ月切ってますので本当にあっという間だったなと思うしでもすごく長く感じたような1年でもあったんですけど残りの期間もう本当に頑張りましょう元気に最後まで乗り切るっていうことで頑張っていきましょう。 さて、ウィークリーコンビニラジオ70回も終わりの時間がやってまいりました。本日もお聞きいただきありがとうございました。パーソナリティはコンビニ社老子の安さやかでした。ではまた来週、この時間にお会いしましょう。